ペット飼いたいな。飼いたいな。犬とかね、飼いたい。いいな犬。でもな結局さ、そのペットを飼ってもさ、最終的に竹内が全部世話することになるやん。いや、そんなことないよ。まあ、なるな。竹内もなんか正直そのペット飼うのはいいけど、結局そのお前たち世話しないんじゃないのかっていう、思ってるでしょ。まあ、思ってる。全員で飼えや。全員で買ってもいいけど、結局最終的に竹内が世話することになるから。俺が言うんだよ。俺が言うんだよ。いいよ、じゃあ全員で買う？でもその、結局世話せんやろ、俺。全員で買っても。お前が言ってその感じ。犬と俺と炭で竹内を買うってのはどうかなっていう考えというか。聞かせて。犬を一回招くやろ。犬と俺と炭で話し合って、で、竹内を買う方向にしたら。あ、なるほどな。どう？それは。まあ、いいよ。いや、じゃあお前らが俺の世話してくれるの。いや、でも先行になると思うよ。じゃあダメじゃん。いや、俺の世話できんだったらダメよ。犬っていうのはやっぱちょっとな、難しい、正直。ああ。吠えたりするし。人、まあ誰でもいいんだけど、隣の人連れ込んで、竹内会うとその人いいんで、で、その人と俺と吉野の3人で、竹内を飼う。え？飼うよ、まだ。まだ俺おるよ。ルームシェアが4人になるだけ。その辺におるおじさんを呼んできて、おじさんだ。どうやって呼ぶ？そのなんて言うの？知らんおじさんおっても気まずいしな。あ、その発想あるんや。その発想ちゃんとあるんや。やっぱ俺は犬がいいな。犬の世話してくれるおじさんとセットってのはどうじゃ？犬を世話できるおじさんを呼んで、犬を飼って、おじさんの世話を俺らがすればいいんじゃん。え？ああ、なるほどな。おじさんの世話はできる。今日どうすかとかってね。今日どうすか。パチンコの話とかしたりとか。そっち系のおじさん。パチンコ行くと。そうか、でも結局おじさん、俺は幸せんくなって竹内を幸せんくなって。それがおじさん。犬の世話するおじさんですけど。でも、俺らはちょっとその気まずいから、俺らが出て、俺とおじさんと犬の世話。俺と吉野の家に、ちょっと犬だけ借りる日とかあってもいい？おじさんと。ただおじさんと対談じゃ俺。竹内とおじさんが旅行行くときとか俺ら。なんで行くの？全然。やっぱ結局近くで犬飼ってんの見たら俺犬ら飼いたくなると思う。だから俺らの家でも犬飼って。なるほどな。でも多分俺ら世話せんくなるから、世話してくれるようなおじさんも用意して。無限増殖のおじさん。俺らの家にはおじさんと犬だけ残して。おじさんと犬のペアがどんどん出来上がる。お前らのせい。あれは？あの、最後まで世話するっていうのは。じゃあ、俺と炭の家で、犬飼ってみて、そうやな。でも全力で世話してみるか。うん、そうしよう。たまにさ、竹内おじさんの家にも行ってさ。俺のおじさんは全力で飼う。竹内おじさんも大丈夫？犬飼う。おじさんに聞けば。おじさんの当てはあるん？お前ら。お前ら。なんかたまにさ、みんなでドッグランとか行きたいよ。俺と炭と行って。の犬ペアと、竹内おじさんと犬ペアと、おじさん犬ペアの3組で。おじさん犬はいらんやろ。てか普通に犬とかをさ、ペットホテル預けてさ、俺と炭とさ、おじさんとおじさんと竹内でさ、キャンプとか行きたいな。なんでだよ。バーベキューの火起こす練習しとくか。こういう練習。